データベースの分割はデータベースを複数の部分に分割することである。この分割は管理しやすさ、性能、可用性などの向上を理由として行われるのが一般的である。パーティション化とも呼ばれ分割された各部分をパーティションと呼ぶ。最もよくあるものは分散データベースでの分割である。各パーティションは複数のノードに分散配置され、ユーザーは それぞれのノードでローカルにトランザクションを実施できる。これは、可用性とセキュリティを保持しつつ、特定ビューに関わる、普通のトランザクションの性能を向上させる。データベースの分割は、それぞれが小規模なデータベースとなるような、分割方法と、一つのテーブルだけのように選択した、要素だけを分割する方法がある。高機能なデータベース管理システムは、分割について、 各種基準を提供している。分割には分割キーを使う。よくある分割基準としては以下のものがある。合成分割は蒸気手法を組み合わせることを意味し、例えばまず範囲分割しておいて、その後にハッシュ分割するといったことが考えられる。コンシステントハッシュ法はハッシュ分割とリスト分割の合成とみなすことができ、キー空間を ハッシュで縮小することで一覧できるようにする。ありがとうございます。